目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。はい、どうも皆さんこんにちは、ボロボックスでございます。今回もですね、明日洗って返すって、こちらの続きをやっていきましょう。前回どこまで行ったかな。あ、そうだ、辻くんのね、ほっぺた、これですねに、お米粒がお米粒っていうのかな、米粒か、がついているので、前回の選択肢ではですね、こちらティッシュで拭うを選んだんですが、ね、今回はよりホモルートに行けそうなつまんで食べるを選択してみましょう。辻、ほっぺについてんぞ。あ、サンキュー。あれ、前回と同じ。あ、ティッシュがなくなっただけか。あー、そっかね、劇的なホモ展開がね、あると思ったんですが、ちょっと残念ですねお、サンキュー。何、すげえなお前、女の子にもそういうことすんの。お、そうだね、それ気になるね。そういうことって何。あ、そうか、ヤギくんは当たり前のようにつまんでるけど辻くんからしたらね、普通に考えたら、ドキッとする展開だよね。いや、もういいっす呆れちゃったな。いいよな、イケメンは何でも許されて。いや、辻くんもイケメンだぜ。6月です、昼休み。10月までの選択肢でね、この物語の結末がどう変わるかですね。前回はね、辻くんがヤギくんを押し倒して床丼の結果になったんですが、今回はどうでしょうか。うわっち、もうすっかり夏って感じじゃん。そろそろ屋上で、あ、ここは同じか、昼食べるのやめない。まあまあ、今日は涼しげだぞ。ここは確か選択肢はなかったはず。なんなんだドン。あれ、でもちょっと変わってるかな。あ、同じだ、新しいな、おい。確かそうめんだね。そうめん死ぬほど茹でたから食おうぜ。しかもキンキンに冷えてやがる、ありがてえこれ前もやった気がするな。いただきます。お前最高だな。だろ、いい嫁になれるだろう、いい父親になれるだろう。前回は確かいい父親になれるだろうをね、無難に選んだんですが、ね、今回はホモルートに行きたいんでどうしてもこちらのいい嫁になれるだろう、こちらを選択しましょう。嫁、そっちですか。でも確かに、料理うまいし、血綺麗だし、面倒見もいいし、案外いいお嫁さんになれるかも俺の嫁的な。あ、これはなるほど、冗談のつもりでね、辻くん冗談のつもりっていうかね、言ってるんですが、本当は本当にだろう本当に嫁になってほしいんだろ、辻くん。あ、でも八木くんも照れてるね。うるせえよバカ。あ、これは順調だ順調ですね、着々とホモルートへ向かっております。いいね、自分で言って照れんなよ。さあ、どうなるんでしょうか。7月ですね、なかなかいい展開だと思うんですがね、期末終わったな、いろんな意味で終わったっつーの。そうだったね。今日の弁当はちょっとスペシャルメニューよ。なんだっけ、あれなんだっけ、前回オムライスだったかな。時期的にはちょっと早いけどな。あれ違うかな、なんだっけ、前回スペシャルメニュー、はよ、なんだっけ。あ、そうだ、うなぎだ、忘れてたね、ひつまぶし的な感じのうなぎでしたね。美味しそう、うなぎ超豪華じゃねえか。どうしたん。昨日、父親が、あ、親父がもらってきて、辻にも食べさせてやれって。ま、うなぎでも食べて精つけて元気出せよ。ここは前回と同じか、うまい、感動的にうまい、精つけろよ。いつも思うけど、そうだね、精って何なの、エロい意味。精力的な精ですよね、この場合は。多分違う、俺、期末テストに向けて
遂行中なんだよね。ここはさすがにね、伏せないといけないな。無駄だって言わなかったっけ。背つきすぎたせいか、むっしてきた。ここも危ないぞ。2週間の反動が抑えられねえ。はあ、今すぐ女の子をギュッとしたい。で、辻くんは女の子をあくまでもギュッとしたいのか。さっきの流れからするとね、完全に八木くんをギュッとしたいんじゃないのか。お願いしますよ。俺で我慢しておけ。そうだったね、ここで選択肢だ。俺で我慢しておけ、彼女を作れ。前回はこちら下の彼女を作れを選びました。これ楽しみ。俺で我慢しておけ、今回絶対にこれを選びましょう。お前のような女の子がいるのか、ん、お前のような女の子がいるか。無理やり抱きしめてみた。え、嘘、本当だ。やった。でもなんか辻くんはね、辻くんはなんだろう、喜んでるのかこれ。まあ喜んでるでしょう、嬉しそうな顔してるじゃん。はい、あれあれ、どうやって戻るんだっけ。あ、こうだ。ヤギ、熱い。俺、汗臭くね。なんか言え、おい。確かにちょっと気まずいね。9月。でももうすでに抱きしめちゃったね。10月まであるはずですが、卵が余っている。辻、確か前にオムライスが好きって騒いでたな。うん、オムライスにしようか。ここは前と同じかな。こんなもんかな。仕上げにラブと書いてみる。何も書かない。前回はね、無難に何も書かないを選んだんですが、もちろん今回はラブと書いてみましょう。ホモの力を見せてやるぜ。よし、ケチャップでラブと書いた。お前最近やけに楽しそうだな。お、親父起きてたのかよ。弁当作ってる時のお前生き生きしてるわ。早起きして男友達の分も用意してやるなんて、愛以外の何者でもないな。お前はピックな男だ。マジうぜえ、うん、いいお父さんなんだけどね。反抗期かな。っていうかお前はどうなんだよ。早くいい人捕まえろよ。うん、八木くんもなんだろう、おそらくお父さんは次の結婚で再婚という形 になるんでしょうが、うん、後押ししてくれてる形なのかな。俺に変な気使わなくていいっつの。ああ、そういうことね。優しいね。そうか。寝み。30分頃起こして、一瞬寝る。あ、これ八木くんが言ってたんだね、今のセリフ。おう。あいつ、俺より大人だな。俺も料理の勉強ぐらいするか。そうだったね。お父さんもやるのかな。昼休み。食欲の秋って誰が言い出したんだろうな、ほんと。辻、授業中から腹鳴りっぱなしだったな。うん、聞こえてた？てっぺろ。ほら、いっぱい作ったからこれお前の分。俺の分とか何？決まってんの？さあ、ラブと書いているはずだ、パカ。書いてる。書いてる。前回はね、うにょうにょってケチャップつけられてただけなんだけど、今回はバッチリです。ラブと書いています。ウェイ、オムライス。さあ、辻くんの反応は？なんかこれラブって見えね。おいおい、マジかよ。なんてな、ベタな。うん、ラブって書いた。マジか、キャラじゃねえな。え、嘘。辻くん僕を騙したの。前回なんかラブとか書いててくれよって言ってきたのに、今回はキャラじゃないって、そりゃないよ。八木くん、発情期？今日の昼飯は抜きでいいな。なるほど、ここのセリフは変わらないのか。すいません、八木様、僕靴舐めます。さあ、10月ラストターンかな。あ、明日は弁当作んなくていいから。朝までゆっくり寝てくれよ。マジ？親父も休みだし、ちょうどよかった。なに、購買狙ってんの？ま、そんなとこだな。じゃあな。おう。
何ニヤニヤしてんだ。これはこの流れは同じなのかな。でも最終的な結末がちょっと変わるのかな。昼休み、いや久々布団で二度寝。うん、いつもお疲れっす。マジ感謝しろよ。まお前いつもうまそうに食ってくれるからいいけど、感謝してるよ。そんでさ、今日は感謝の気持ちを形にしてきました。さあ、前回はパンプキンケーキだったかな。辻がハンカチでくるまれた箱を差し出してきた。え、何急に。急じゃねえだろ。お前今日は何の日だよ。そう、今日は辻くんと八木くんが結ばれる記念すべき日さ。これ前もやったな。あー、八木龍介くん18回目の生誕祭だろ。本気で忘れたの。うん、親父寝てたし、祝ってくれるのお前だけだわ。じゃあ俺が盛大に祝ってやるよ。つうかいつもありがとう。下手くそだけどどうぞ。ぶっきらぼうに手渡された包みを開けてみた。あ、同じか。これパンプキンケーキだよね。え、違うかな。カスタードケーキかな。ケーキか。甘いもの嫌いじゃないだろ。俺まだ誰にも言ってないけど、うん、聖火とか好きでさ、今までも家でちょこちょこ作ってたんだけど、昨日初めて親にそういう話したんだ。聖火に興味があって学びたい的な話。親めっちゃ喜んでさ。うん、そうだったね。今までバイトも部活もしないでフラフラして、してたんだから、当たり前っちゃ当たり前だけど、あんたもちゃんと考えてたんだとか言って。で、俺の作品最初に食べてもらうならやっぱりヤギかなと思って持ってきた。うん、お前成果とか似合わないって笑いそうだけどな。うーん、辻に向いてると思う。俺は毒味係か。そうだね。まあこれはどちらを選んでも大丈夫だと思うんですが、前回は下の辻に向いていると思うという選択肢を選びました。なんで今回は俺は毒味係かと突っ込んでみましょう。毒味、ま、そんなとこだな。あ、ちょっとへこんでない？大丈夫？まずかったらまずいって言えよ。わかってる。結構バッサリだね。じゃあいただきます。さあどうでしょう。パク、これ何ケーキなんだろう。本当にカスタードケーキかな。あの、なんだろう、チョコパイのチョコパイのカスタードケーキ版。何パイだっけ、あれ。カスタードケーキパイのでかい版みたいな感じなのかな。パク、うん、なんか言えよ。さあどうでしょう。マジうまい。あ、よかったね。クソうまい。悔しいけど、なんで悔しいんだよ。俺の愛がこもっているだろ。そうだよ。愛を受け取れ。受け取ってくれ。出た、愛。これはどうなってるんだ。愛してるよ、リュウスケ。あ、叫んでいるのか。なるほど。ああ、聞こえない聞こえない。照れるなや。辻の作ったお菓子はとても美味しかった。あ、よかったね。今回もハッピーエンドというか、このゲームはハッピーエンドだけかな。あいつ意外と将来のこととか考えてるんだな。俺もちょっと考えるか。うん、昼休み。うん、これ同じ時間だったんだね。お前一年中その格好だな。小学生見て無敵だから。そう。これはしてやられたね。辻くんじゃなくて八木くん、何か突っ込まれると思ったんだけどね。俺ちょっと考えてんだよね、将来のこと。はは、八木も将来とか考えるんだ。で、俺高校出たら一人暮らししようと思ってる。まだ誰にも言ってないけど。お、すげえじゃん。お前ならできるよ。料理好きだし、しっかりしてるし、一人大好きだし。そうだったね。お前と一緒なら楽しいかなって思うんだけど。そう、八木くんここでね、突然のカミングアウトを見せます。え、さあエンディング変わるかな。いや、なんとなく言ってみた。俺も同じこと考えてた。うん、
でもお前一人好きだし却下されるかと。お前も気を使うことがあるんだな。待って、俺ってそんなにガサツマン？ま、ずっと先のことだし、どうなるかわかんないけどな。ほら、手出せ。そうだったね、指切り幻魔。小さい頃、よくこうしたよな。そう考えると、俺らマジ腐れ縁だな。おっさんになっても一緒だったらウケるな。指切った。で、どうする？誓いのキスでもしとく？うん、前もこの流れだったはず。おや？龍介くん、ガチで照れてますな。マジでふざけんなよ。かわいいやつめ。うわ！あ、同じか。同じですね。もういいだろ？え？選択肢、どこかで間違ったかな？あれでも結構ね、前回と真逆の選択肢を選んだはずですが、最終地点は同じってことかな。意外と柔らかいのね。死ね。でもこの絵はとてもね、仲良さそうな絵なんで満足しております。これでなんだろう、全てのエンディングっていうかフラグを回収したことになるのかな。ありがとうございます。はい、ということで、おそらくですが全てのねフラグ回収できたと思いますので、明日洗って返すって、こちらの実況ですね、今回で以上とさせていただきます。次回からですね、あのヤンホモさんが帰ってくる。あのねあの素晴らしきヤンホモさんが再び帰ってくるかもしれません。お楽しみに。はい、ということで、今回この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。